シリーズは「ノーレイン、r a レインボー」という第二のシリーズです。これはことわざなんですけど、アメリカのね。Uh, English saying. で雨が降ららなかった英語の言葉で今日のタイトルはですね、「困難があっても未来は開く」というタイトルをつけました。Uh, so today I Named the title. 困難があっても未来を開きます。今度は、神様が言います。多くの生徒たちが言います天において多くのもう天国にいる多くの人たちが、困難の中で

未来が開かれました。Jesus, uh, 今日それを受け取りたいです。今日それを受け取りたいです。お祈りします。<that truth. S 1> s <S 天の音様、ありがとう。<then> Father, 今朝も語ってください。Speak, 教えてください。teach。癒してください。<and heal. S 2> 私の信仰を引き上げてください。来た時と同じ状態じゃなくて、

イエス・オナによってみんなでアメンじゃ早速御言葉を読みましょう神様の言葉です実際聖書の言葉を私を生かしますねみ言葉は光です今日も照らされたい私も創世記の12章の1節から少し長いんですけど8節までを 読みたいと思います。Uh, so jens twelve one to eight please read it on your notes。住所一説主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地。あなたの親族、あなたの地の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれそうすれば私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。 あなたは祝福となりなさい。これ自分に向かっているときあなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通り出ていった。ロトも彼と一緒であった。ハランを出たときアブラムは75歳であった。アブラムは妻・サライとおいのロト。また自分たちが備えたすべての財産とハランで得た。 人たちと伴って、カナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラハムはその地を通って、シケムの場所、モレのカシノキのところまで行った。当時、その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて行った。私はあなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは自分に現れてくださった。主のためにそこに祭壇を築いた。もう一度ここを読みますね。アブラムは自分に 現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた彼はそこからベテルの東の山の方に移動して天幕を張った教会ですね天幕を張った西にはベテル東には愛があった彼はそこに主のための祭壇を築きそこに主のための祭壇を築き主の皆を呼び求めたアメン,アメンこの歌詞を見るときに アブラハムの信仰の原点を見るんです。アブラハムは信仰の父と何回も言ってますよね。でも、アブラハムの前にもたくさんの人がいました。みんな神様を信じてました。でも、アブラハムの信仰だけ神にあれ

信仰というのはあなたが神様に頑張ってつながるのではないです。Uh, so、もう一度言いますよ。信仰とあなたが幹となって一生懸命幹になるイエス様に神様に頑張ってつながるのではないです。それは宗教です。私たちの真理は神様が私たちを話さないんです。 神様が信じてくれるんです。こんな私なのに、神様の方がもう本当に私たちの信仰を見て支えてくださってるんです。ノートにはないですけど、天のお父さんは親バカだと思います。これ、家族がいたら分かります。 Uh, when you uh, their child, they, they have their child, they say, the, the parents think, "This is my beautiful, most beautiful baby ever. That's, That's the father's heart, the, the parent's heart. You know, we never compared with anybody. 親の側の側信頼です天の神様が私たちを信じてくれているんです。だから彼は信仰の父と呼ばれるような信仰を恵みによって持つことができました。 それがアブラハムに向けた神様の約束だったんです。God God 彼を通して祝福の元へと,とするという約束を神様の側が決めちゃったんです。だから困難の中でも道が開けるとしたら、それは神様の約束があるからです。 困難の中でも私たちが進んでいくことができるのは神の約束が先にあるからです。じゃあ今日皆さんその神の約束に対して私たちどういうふうに応答するんでしょうアブラハムはどうしたんでしょう What did Abraham do? それを学びついでつ学びたいです1、uh, 一つは従順な心です。1つは自分の心です。1つはアブのハ, <faithful heart. S 2> ハムに一つ誇れるのは神の言葉に対して従順な心を持ったんです。だって12章の4節見てください。アブラハムは主に告げられた通り出て行ったって書いてます。 And, and Genesis 12, says, ロトも一緒だったハランを出た時アブラムは75歳だった。アブラ75歳で全部置いて次の日に行けますか 17だったら行ける。16だったら行けると思い。何も持ってないから。<you> 持ってない <nothing. S 2> というか、別に守るものっも出て行きたいから。でも75歳になって。75, そこはリスクがあります。So、many risks involved. 彼は神様の約束に対して素直な心を持った。 アブラムにとって大事なのは行動よりも心だったんです時々私たち私も含めてそうですけど神様に、ね、従順に行おうと頑張ります行いの方をちゃんとしようとします we try to act obedient. でもそれが心がついていってなければだんだん態度で現れてくるよね But if you そして態度に現れるともう進めなくなるんです。Move on 僕は一つのことを本当に学んでいます。神様がまず求めるのは従順な心です。As 従順って言うとその言葉だけでなんか何でも入って 何でも入って言う人みたいなイメージがあるんですけど僕が言ってるんですよ。神様の約束に対して入、はい、って言う人です。え<め>聖書の約束に対して入、はい、って言う人です。本当そうだなって心で受け取るっていうことです。まず心で受け止めれたら If you can receive heart, 私たちは態度が変わるんです。Attitude, そして行動に動きます。私たちは時を逆してしまいます。まあ従順のふりするの得意ですから、私たちは。So、人としゃべってる時、えー、と思ってても。 日本人でこの人です。Like like no, no, yes. 会社でもいろんなとことないですかあのいろんな夫婦関係いろんなところで。ああ <your>、全然心はこうとか。And yes, but ねえ。夫婦関係でもあります。あなたこうだからわかった分かったわかったって。女子から言われると、学校の先生から言われるとき、はいはい。 やったのかと、like, yes, yes, yes. ね、私たち心をこうどう言ったらいいかな従順にすることよりも態度で表してしまいやすいんです。神様が必要なのは私たちの心なんです。献金するときも。

アブラハムで学ぶことは神の約束に対してそうですねそうなりたいですというところに出たんです。じじゃゃあ不従従順順なななどううすすすすするんんででででかかか、so、まず従順ににってから神様に行くそいここポイントモーセももアブラハムも Moses and David and Abraham, they all came before us, who they are when even they were disobedient. God can hear, God can take all of our complaints and our, our スタガエナイカットウオカミサマニブツケルヨナカンケウオカミワナタニモトメテマス。<Hearts. S 2> God rather seeks <め> relationships that you pour out all of your hearts, you ain't more disobedient. フジュージュネギナイソナナナカットウオユエルヨナカンケウオテンノトサンワ、ムスコムスメニモトメテルンデス。The Heavenly Father is seeking his relationship いい、uh, to his sons and daughters that they can say、uh, honestly about their、uh, Uh, trouble being obedient. 神様は私たちはロボットのように作ってないです。God didn't create us as a robot、ね。重々、ロボットじゃないです。あなたが神様の前に葛藤を見せて、例えば、モーセはひどいです。Uh, for example, Moses. モーセはイスラエルを引っ張れる あなたを選びましたと神から聞いた時に何度も何度もその不従順さを神の前に言いました。The uh, said, no, まず喋れないって言ったんです。まずしアロンといって言ったそして

神様の輪がモーセルを選んだんです。だから彼は応答するように変えられてきました。Changed, uh, 皆さん、まず神様との関係の中で正直であってください。あ神の前に正直であってください。Be 僕がメッセージするのも話,話したくてしょうがないような牧師のように見えますけど。 もう今日やめとこうもう日したくないっていう日があります。Like, えーって思わないで、騒がないでその目。それは自分とふさわしくないと思う時があるんです。 I do feel like I don't I'm not worthy. I know more than anybody that I'm not worthy to to speak the word of God. But I tell God, <laughs> I just tell him I don't want to do this today. <laughs> but he's very kind. He tells me, okay, you can choose. <laughs> and I'm like, okay. <laughs> <laughs> でもそう言われるとね、僕でいいんですかってなるんです。皆さん、神様あなたを待ってます。God is waiting for you. 神様あなたを待ってます。God is waiting for you. そして、神様との関係の中で私たちの心を神様と,とね従順な心の方をまず注目してください。

ヤコブの1章21節ですからすべての汚れやあふ溢れる悪を十字架にね捨て去り心に植え付けられた御言葉を素直に受け取りなさい御言葉はあなたの魂を救います。j こ本 e s 1:12 says therefore、んです御言葉があなたを救うので。 御言葉を素直に受け取りなさい。ヨハネの10首16節から17節いいですか私は、狼の中に羊を送り出すようにして、あなたを使いします。ですから、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々の用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に、まあ、訴える引き渡し。 僕はで鞭打ちますと書いてあります。僕はこの言葉がすごく大好きです。Really、蛇のように悟く、鳩のように素直であるということです。葉にああ、です Say yes、to his でも世の知恵に対しては蛇のようにありなさい。しくありなさい。まず今日私たち神様の前に、ね、素直な心を作ってくださいと言ってくださいね。ね最初言いますか神の言葉に入って言えるように精霊様働いてください。精霊が働いてくれます。 精霊が働いてくれます二つ目これです。神との出会い、祭壇をアブラハムは築きました。世籍の住所6節アブラムはその地を通って、シュケムの場所、モレのカシノキのところまでに行った。当時その地はカナン人がいた。主はアブラムにあわれて現れて言われた私の。私はあなたの子孫にこの地を与える。 Uh, Abraham, uh, Abraham passed through the land to the place of Shechem and to the oak of Moray at the time as Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abraham to your offering, I will give you this land. And so he built there an altar to the Lord who had appeared to him. God opens the future through troubles.

というフィーリング、このイメージを持つことできますか僕も17の時イエス様に出会った感覚があります。だからみんなもそうでしょあの、信仰のことを明かしするときに、ね、もうイエス様に出会った、神様に出会ったんだよ。

He made an altar. 祭壇って何でしょう What is What それは神と出会う場所です is where you God. で。今は教会でありあなたの心です。福音によってどこでも神に出会えるようにイエス様はしてくださった。そして、神に出会う場所です。 どんなところでも主に出会えるように聖霊を今送ってくださってるんです。でもアブラハムの時代は天幕を作り、祭壇を作り、そこで神に出会うという信仰のあり方。じゃあどこに祭壇を築いたんでしょう主権の場所、モレの菓子の木のところと書いてます。 Uh, built uh, the altar, it was at the place Shechem to the Oak of Mori. And that's where he went uh, to see God, to talk to God. Uh, if you're dating, if you're married, you remember the place that you met the one. 出会ったとこがあります you 今時だったらフェイスブックとか。もういっぺ online。ね、<some people. S 2> オンラインで出会ったあの瞬間。お、えー、その瞬間、私たちとサユリさんはフェイスブックで、ね、もともとクリシャンたち再会しました。とサユリさんはスブックで、ね、もとクリン再会しました。え、私たちサユリさんフェイスブック

Uh, so, it, for me, it was at uh, I remember uh, the first date. If you're married, I want you to remember your first date. Not the places that you fought, but the place that you, <sighs> the first date. So, えっとまあ、言わなくても神との出会いのの出出たですと神神会会場所は大事私ちが神様に出会う <laughs> そこで神のの約束を聞くだから私たちは自分の私たたたちちはは祭壇を主のためにもう少し深く行きましょう。a ブラ a h a m はじゃあどんな,祭壇を傷なんでしょう現れてくださった

他の人のように自分のためとか人のためじゃなくて神のために礼拝したんです。He じゃあ神様のために礼拝するってどういうことでしょうそれは主が犠牲となってくださった。天の父さんがミコ・イエスを伝くる。これが一番の祭壇なんです。え、uh, the Heavenly Father gave his only son, that is the altar. この箇所を読みまえ、ちょっと読みたいですね、えー、歴代史の第二の二十の二十一から二十二。S <S あ、ごめんなさい、これじゃないです。えー、っとね、ちょっと待ってくださいね。えっと、すみません。ヘブル人の十章の十一節です。Hey, ヘブルビトの James. James 10章の11説です。ここに公開です。祭司が皆、毎日だって礼拝の包めをし、同じいけを繰り返して捧げても、昔は羊とか家畜を捧げて礼拝しました。 でもそうしてもそれでは決して罪を取り除くことはできませんキリストは罪のために一つのいけにえを捧げた後永遠に神の御座につきあと,はあとは敵がご自分の足,足台とされるのを待っていますなぜならキリストは聖なるものとされる人を一つの捧げものによって永遠に完成されたと書いてるんですイメンちょっと説明するこれは要は

For what he has done. イエス様の十字架の上にその感謝の上に礼拝を下げることです。The worship, the ちょっと分かりやすいために他にあるんですかどんなための礼拝自分の,ための自分のための祭壇です。これ教会に来た時はみんな大体そうだと思うんです。 この中で礼拝来るときに、主を喜ばせよう、イエス様を神様を喜ばせようと来た人は、手を挙げてください。To to God, God, 最初から

17歳だから許してください。その冷たい目で17歳見ないでください。教会も知らない、聖書も知らない、no, 何にも知らない。でも、行ったら。

ごめんさいごめん人を喜ばせ、まあ、結局自分だよね自分が喜んでもらうため、uh, あると神様に出会います。And one day, I God. もう一つは他人のために礼拝する。We worship for somebody. 教会の奉仕があるから、to serve, to 行かないといけないから。

イエス様それいらないって言います。じゃばになる時があります。God need it. それをし続けると疲れてしまいます。メッセージするのも大変になってきます。神様の前にする時私たちは神様の礼拝になるんです。お、ひとえお、フォー the worship will be for him だからマリアの捧げ物、なるの恋を終わったその捧げ物は本当にイエス様のことを考えていました of perfume,、uh, イエス様それを喜びました、ね。ユダはそれを止めようとしました。彼女は無,無計画な人でしたか she,、uh, なんか感情的な人でいつもの。

ね、私たちは時に自分のため人のために礼拝しますでも今日主のために礼拝したいね <Sometimes S 1> どういうことでしょう people, yourself, 私たちが気が乗ろうと乗らなくても神様を礼拝するんです自分のために礼拝してるとだんだん教会生活が苦しくなります Or not, we still 最初は私の心にメッセージがヒットしたのにね今日はいまいち。この間は挨拶セージがヒしたのに今日はいとかよ人のことが気になってしたのに今日は今日は今日は私の心にヒットしたのに今日はしかたかよ。人のことが気になってしまう。日イエス様をたな礼拝しにう。あました。 <Just> Jesus. 主が喜ばれる礼拝を私が捧げ物としてきたんです。I came to worship the w o r s 私の心を神様 t h し r e j o i c e にそれ know, は私の心を捧げて欲しいから。私の心を捧げて欲しいから。だから神様に出会いましょう。今日も神に出会ってます。今日も神に出会ってます。 十二章の一節、ローマの十二章一節。ここにこう書いてます。兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方にすみます。あなた方の体を神に喜ばれる生きた。聖なる下げもとして捧げなさい。これこそあなたが。あ、他にふさわしい。礼拝です。あなたの礼拝は。どうでしょう。

決めていきました自分が発説発説こう書いてます彼はそこに主のための祭壇を築き主の名を呼び求めたそこに行き主の名を呼ぶことを決めたんです決断したんです私は礼拝者として立ちます I stand as a worshipper. And that's the decision he rejoiced. I'm not talking about what he has done, but it's about the experience that he encountered and the heart obedience and deciding. And God does everything else. 私たち神様を決断しましたね。もう一つ今日皆さんに招きたい。本当に礼拝者として生きよう。何かをする人じゃなくて礼拝者として。Er, イエス様に会いたくてたまらない人になりたい。 Stop worship him. He 神様に捧げる時、本当に喜んで捧げたい。それが神様が求めている礼拝だからです。時に、ね、礼拝に行けない時もあります。 Sometimes it's hard to come to worship. Even when you're sick, but we should always have this heart to worship. What kind of decision is he looking for you? Like Abraham. Even if you it's not enough. 問題があっても。Mistakes, s <S アブラハムはロトという問題を連れて旅に出ますけど。アブラハはまあ四で書を読んでください。問題になります。でも決断したし、ロト連れて行く。私たちの失敗も神はエキされるから。<God S 1> もうちょい行きます <still S 1> 私たちの失敗や、ね、ミスも神はエキして未来を開くんです。 use our mistakes and our weakness and make it for His plan. So you don't have to be afraid of your You don't have to mourn for your life. It's okay to rain. But He will open it. He will let those rainbows shine. So

一瞬でで解決決ししままますすすすす約束は本当だだてて言要満たされそそそ断るんのの時体験けじゃなく私はあなたをあなた以上のものを持たないです。その決断は

promise of God is secured. Abraham struggles and we are the same. To give his son Isaac. But he was confident he believed that God will never betray him. これに応答したい人手もげて、くれますか to to 神の言葉にだけは、素直になれますよなぜなら私たちは、反抗しやすいからです私も含めて神の言葉に反抗しやすい肉があるんですでも今日聖霊にお求めよちは、私たちは、私たちは、私たちた素は、らしいはい、いそうですたが開けます <to> him, 信じますは、私たちは、 神様の言ったことになります、そうなりますって言えるように神様してくださいって言う方は手を手挙げてその心を神様が求めているんです。神様に出会いたい人いますか地下鉄の中で家のリビングで、ね、図書館で何でもいいです神様に出会いたい精霊に触れられたい。変えます 決断したいという人礼拝者としていたい神様のお父様祈ります。この朝、あなたの御言葉を感謝します。You あなたの十字架を感謝します。You 復活をありがとう。 Thank you for your resurrection. あなたがしてくださった行為、私たち本当に軽く考えてしまうことを許してください。Lord, あなたの出会いよりもいろんな出会いを求めている私を許してください。人のために、また自分のために礼拝していることを許してください。でも今日はありがとう。あなたはそれでも私たちを礼拝者と見てくださるからです。 今日一人一人があなたの喜ばれる礼拝者として立ち上がれますようにあなたの前に決断できますように主についていく決断できますようにどうぞこの一週間悪行でイ様に出会った聖霊に触れられたここで神の言葉が来たそのような証がいっぱいになりますよ 今日何人かの人に困難が開いた一週間になるように宣言します。His, どの領域かわからないです。でも、<in> 今週はこれ開いた。神様開いてくれた。<This> week, そのような一週間になることを宣言します。あらゆる領域の中でだけど、特に神様は健康の問題、また経済の問題。神様開いた。 福音が届いた」「God opens the way in life for gospels」「全部イエス様のためだと言わせてください」「イエス様がしよいつもありません」「いつもります Jesus もう一つだけ聞きたいです」「イエス様に立ち帰りたいしょ」「Today I want to ask you if you want to come back to Christ」「してほしい十字架によって許されること受け取りたい方」

私を導いてくださいイエス様によって言われます皆さんでイエス様にハッしましょう救いがあること感謝しましょうじゃ最後にクリップ読みましょう一緒にね今日告白した人も一緒にオンラインでも告白してくださいあなたの中天に記されますサンハイイエス様私を愛してくれてありがとう私の心に入ってきてください 私の人生を導いてください。イエスは私の主です。